はい、こんばんは、スーポンです。龍神伝説第1部の動画配信の続きをやりたいと思います。確か前回までは、何だっけかな。あ、そう。ヘルっていう、なんていうか邪竜神じゃないんだよね。邪竜神のさらにまた、裏ボス的なやつがいるみたいなんだけど、そいつに使えてるヘルっていう騎士と戦ったんですよね。どうすればいいんだっけ？で、今、パーティーは、3人なんですよね。3人目のアシュラっていうやつは、以前、リュットとアキトレミートで3人がかりで、やっと倒した相手なんですよね。まあ、そいつが、なんていうか、まあ、リュットの、なんか、まあ、勝負をするまでには、まあ、リュットが、まず、死んでもらわれると困るっていうわけなんですよね。アシュラにとっては。そこで、なんか前回ヘルと戦った時に、やられそうになった時に、このアシュラが、助太刀に来て、まあ、そのまま仲間になっちゃったっていうわけなんですよ。あれ、なんだろう。敵の集中率は、なんか高そう。この辺。会心の一撃はすごいですよ。会心の一撃が出る確率が高い。何か、自前の爪。さすがに自前の爪となると、装備の、頭に装備、なんか、何これ？自前だけど、守り主。魔力ですね。これはやっぱり武器が装備。あれ？魔女の杖か。どっちも。攻撃しないからこっちの精神力が上がるからこっちの方がいいかもしれない。ちょっとマジックパワー。ハイウォーターがまだあるから、まあ、大丈夫かな。なんか、すごい、なんか、入り組んでる通路が続きますね、これは。
多分ちょっと見て。いろいろ一応あるよ。つかなくてもよかったかな。リュートは、前回、ヘルと戦うときに、まあ一応なんか戦えるようになったんだけど、またなんか無理をして、戦闘不能の状態になってるんですよ。ミスリルヘルムっていうのは、リュート専用のボムなのかな？まあ、今、パーティーには、リュートはいませんけど、一応、なんか、誰かがおぶってるっていう設定になってるみたいですね。宝箱がいっぱいあるけど、どっちに進めば、なんとかストーリー上に進められるのかっていうのがちょっとわかんない。あんまりこのゲーム宝箱取っても、すごいなんか武器防具が、まあさっきミスリルヘルムやったけど、確かミスリルヘルムって前どっかの街で売ってたような気がするんですよね。これはやっぱり、こいつかな。なんかこっちじゃないような気がするけど。あ、ちょっと待って、あ、やばい。やばいね、どうしよう。8連、こいつにファイヤーを効かなそうな気がするかな。光で、単体に。あ、やばい。やばい。これで、あ、危ない。蘇生薬はいっぱいあるから心配はいらないじゃないですかね。問題はマジックウォーターが底つきないかっていうところですよね。まだ死ぬの？火の玉みたいなやつは、やっぱ回復するんだよね。炎系は。ダメージくらい。ガードアップ。
パーティーの防御力ってどうなの？アキが少ない。じゃあ、アキに使ってあげるとしますか。あれ？あーだ。ラインナップってね、これも、秋にやっておくか。あ、しまった。こっちに行くと、なんだっけ、これ、どうしよう、あれ。今、なんていうか、フィールドのマップ上じゃ、どこに、今どこにいるのかっていうのが、少し、しばらくやってなかったんで、今、どういう状況っていうか、どこに向かってるのかっていうのは、いまいち思い出せないですよね。確か瀕死、今、ニュートが瀕死の状態なんで、どうやら、この近くに、瀕死の状態の人でも、まあ、全開させることができる、なんか、泉みたいなのが、あるとかって言っていたような気がするんだよ。ちょっと、あ、これあれか、毒の効果を与えるスキルだから、こっち？こっち？あ、こっちの方いる。なぜか、炎属性の攻撃なんだけど、毒も与えるという。なんかこっち行っちゃうと、なんかストーリーが進んじゃいそうな気がします。あら。もう一発で倒した。アシュラって炎の属性に弱いのかな？すごいダメージかよね。ちょっと。置き紙が。確かに。マナナどっちだっけ、忘れちゃったけど。彼女は空を飛べるから、このダンジョンっていうか、山の道も、石も一目瞭然。
ということなんで、宝箱がいっぱいある方を、俺は行きますね。なんか、イリュージョンアリオが、イリュージョンアロンが、すごいなんか、大活躍してるような気がします。あ、レビにしとけばよかったかな。いいか。あれ、なんだろうな、オレンジ色のボールは。結構回復役として活躍してきたレミだけど、まあ、リュートがない、いない今。これがね、ただの行き止まりかよ。まあ、彼女が、なんか、一番なんかダメージを与えることができる主力メンバーになってますね。まあ、アシュラも多分強いスキルがあるんだと思うんだけど、アシュラのマジックパワーが少ないんで、多分数回使っちゃうと、マジックパワーがなくなっちゃう。っていう感じなんで。ちょっと、ここで一回、なんか、いろいろあるんで使ってみましょうかと。敵、今、敵一匹しかないんで、なんか単体。あ、これ連続でこの敵。お、すげえ強いんだよね、これ。なんか全然強いじゃん。ミスリルシールド、やっぱりあれ。シールド装備できるやつって、やっぱ、リュートしかないよな。っていうか、アシュラ、結構強いよ。あれ？これは弱いよ。さっきのなんかすごい強かったような気がする。解放？これステータスアップ？アシェラーは結構強いな。まあ、そりゃ、この前、リュートとアキトレミ、三人で戦ってやっと倒せた相手だから、弱いはずはないよな。力もいけない。ただ、まあ、ヒットポイントを見ると、
戦った時よりも、ちょっと低くなっているような気がするんだけど、まあ、それはまあ、しょうがないですよね。明らかに1万、いや、1万じゃないの、5万ぐらいはあったような気がするんだよな。さすがにパーティーに加わっても、その5万ぐらいあったんじゃ、やっぱバランスが悪くなっちゃいますよね。まあ、あるいはちょっと、うちらが戦った時に痛めつけすぎて、もう最大ヒットポイントが低下するまでに、まあ、影響を与えてしまったっていう可能性もなくはないですよね。煎じる。間違った。まあ大丈夫か。ここも行き止まりか。僕、だんだん、秋の出番がなくなってきた。なんか、リュートが、戦闘から外れた時から、出現する敵の数が、ちょっと減ったんですよね。その前までは結構、ほとんどの戦闘でなんか、1回の戦闘で4匹とか、5匹とか、一度にそれだけたくさんの敵が、まあ、出現してたんだけど、リュートが、戦闘メンバーから外れてからは、まあ、バランス調整のためか、すごい、なんか減ったんですよね。なので、まあ、秋の魔法はやっぱり、全体攻撃が、まあ、メインになって、こう敵の数が少ないとあんまり出番がない。今そういう状況なんですよね。こっちにもなんか。こっちは、あれ？何これ？なんもないのか。あ、ちょっと待って。さっきの割れ目の入り口っぽいところの奥に、きっと回復の泉的なものがあるのか。ないとちょっと困るんですよ。いや、そうですけど、マジックウォーターがあるから、そんなに困りはしないけど。
あ、ワープゾーンか。どうしようかな。お店で、どうだお店、ちょっと待って。ここから、一旦フィールドに出て、確か街のどっかに残ってるの。竜神って、ここに、ここお店あったかっけな。一応ちょっと止まっていきましょうか。道具屋で、あれを補充して、マジックウォーター。あれ？ここ道具屋ないの？なんか強化できるアイテムね。全然なさそうだね。いや。あれ？ここ道具屋ないの？ちょっと広い部屋は。ここなんか見たことある。村長の部屋だったか。ああ、ここが道具屋かな。どうしようか。5倍すると、お、2250だから。戦闘中以外で使うんだったら、こっちの方が、効率でいいってことだね。あとなんか復活させるのはどうしようかな。ちょっと買っておいた方がいいね。でも軸ボタンもうちょっと、こんだけあればもう、憂いはないんでしょうね。じゃあさっきのところに戻りますか。あ、敵出るんだ。まあ、この辺はもう弱いでしょ。あれ、全然当たらない。あれ、結構短い。もうめんどくさいんで逃げることにしましょう。こっちだっけ？こっちじゃない。まだ使えない魔法陣の4つもある。オテロ山脈？そういう名前の山脈だったっけ？いいんだね。オテロ山脈か。あ、フィールドに出た。
リザードランサー。あんま強くないか。南になんかそれらしき泉があるとかって言うのか。強そうなのがいっぱい出てくる。なんかみんなリザード系だね。この辺はリザードマンの泉かな。ほら、一人も多分。他、癒しの泉。気がする。アーク。なんだ。花に触れると関係ないか。なんもない。手紙。ちなみにどういう内容だったんだよ。手紙っていうのは。女性らしい文字にアシラを心配するのに、アシラに奥さんがいるのかな。また戦闘能力が変わったな。あれ？あ、あれ？あれ？間違ってポイントしてた。いっぱい。アーマーカース、クイックカース。どこでスイープみたいな。あれ？ダメージあんま当たらない。何この森で間違ってもそれは怪しいんですよ。8連ファイアーボールやっても、まあ、そこそこダメージはあるけど、エフェクトを各回見なきゃいけないっていう、ちょっと、煩わしい。あれ？やばいな。あ、やばい。まあ、大丈夫。
ちょっと駅にあんまり魔法をなんか使えなくなってきたから、こっちにするか。え、これってなんか、スキルを覚えられるらしいね。トレイングイップ。まあ、そういうことかも。あ、これいいかもしれないね。そういうことか。まあ、入り口って本当の入り口じゃなくて、ここのフロアの入り口に戻されるときで。てっきり最初の入り口のところまで戻されなくなると。まあ、このフロアの入り口だったらまあ、そんなに苦痛ではないよね。もうちょっと。まあ、何気に強いな、こいつ。あ、やばい。やばいやばい。パッセンジェルやったね。あ、もうちょっと。あ、ターゲットを違う方にしたことは大丈夫。またやられちゃった。ライフアップってやったね。さて誰にしよう。やっぱ秋かな。これは東は東の道の成果みたいだ。東の道。東の道。中継光の。さあ、装備できるね。あれ？さっきの中継なんとかかんとかは、あれはなんだ、竜としか装備できないのかな？でも、なんか、光の魔法って言ってもそんなに、ダメージたくさん与えられるってわけじゃないか。ああ、やっぱりそういうことね。左というか東に行かなきゃいけないっ
ていうことなんだ。あれ、別になんかさっき見たやつと違うような。別にママママのメモがなくても試行錯誤でだんだん覚えてはいけると思う。お、飲み物です。もうはい、終わった。いいですね。でも結構、何気にダメージ、食らうダメージ多くて、怖いんですよ。あれ？今なんか間違ってリカバーやってる気がするんだけど。やっぱり。っていうか、この森の中がこんなに入り組んでるとは、元レインウィッピューの人。じゃあ、こっちにしてもいいな。でもマジックパワーな。マジックパワー、マジックパワーじゃないよ。攻撃力もそんなに上がらんけどね。火属性だからどうなんだろう。この辺の敵には、追加ダメージとか期待できんのかな。ここは北じゃないってことね。とりあえず。あ、宝箱あるじゃん。こっち。どんどんなんかステータス強化されてんな。お、これは山だ。え、ちょっと待って。7点打ち？7回攻撃するわけね。あれを7発も食らったらひとたまりもないな。大丈夫？あ、レミーのやれちゃったか。
レミーがやられちゃったら、蘇生薬に回復するしかないよ。やばい。レミーとアシュラムが攻撃してくれないと全然ダメージ与えられないね。ああ、やばいね。また食べちゃったか。レベルが上がりました。あ、間違った。チクショ。まあ、前にも言ったかもしれないですけど、この竜神伝説に使われてる敵キャラのグラフィック、まあ、もともとある、RPG スクールのランタンパッケージに含まれてるグラフィックもあるんですけど、あれ、やばいな。まあ、それとは別に、まあ、他の素材か、まあ、もしくは、この、作者が自分で作った、グラフィックが使われてるんですよね。ただ、こういうグラフィックっていうのは、作る人によって全然、画風が違うんで、まあ、通常だと、一緒に並べちゃうと、まあ、違和感というか、絵のタッチとかも全然、普通のが違うと思うんですね。でもこのゲームに使われているオリジナルの素材っていうのが、もともと RPG スクール RTP ランタイムパッケージに使われているのと、まあ、同じ人が書いたかと思われるほど全然違和感がないんですよね。隣に並べても。なので、RTP の、まあ、グラフィックだけじゃ、ちょっと物足りないっていう時は、まあ、このゲームに使われてる素材、まあ、それが、まあ、利用
できるのかどうかはわかんないですけど。もしかしたら、この龍神伝説を作った人が独自っていうか自分で描いた絵なのかもしれないし、あるいはその作者、この作者とグラフィックを描いた人が、まあ、知り合いで、大丈夫。あら、全然行動できないんだけど。おーい。おーい。あれどっからなの？宝箱ちょっと。まあ、なので、まあ、このゲームに使われてる素材が、まあ、ただで利用できるものなのかどうかはわかんないですけどね。でも RPG スクールのランタンパッケージに入ってるグラフィックも結構数が多いんで、なんかここ、なんかありそう。とりあえずメモがある。巻き込み機、結構イラっときますね。マシしたら自然に治るのかな？また、やられちゃったよ。全然握れねえじゃん。とりあえずこれは見ておいてもいい。まあ変わんないと思うけど、結果は。で、まだあるのかな？お、ヤシの木がある。え？こういったらどうなる？戻されんのかな？お、レイズ3ってことは、完全回復なのかな？大きく回復するから、完全条件。やっぱりそういうことか。あ、こっからだと結構遠いな。こっからすぐ下行けんのかな？またかよー。やばいよ。
使えない。やばい。あ、やばいね。またですか。あれ？あ、そっか。全滅した方が早かったかもしれない。まあ一応全滅するまでではやり直さないっていうポリシーで進めてきてるんで、むしろ全滅しちゃった方が今の場合早かったかもしれない。なんか敵強くなってきてるような気がするんだけど、気のせいなのかな。一回かセーブしないと気が済まなくなっちゃう。気が済まないというか、不安でしょうがないというか。舞うように剣を滑らせる。で、ここは、どっちへ行くの？必ずママナのメモがあるから、それを読んでから先進むってこと。あれ？よし。アシュラは、雷系に強いのかな？あんまりダメージ受けませんでしたね。
てっきりここの、なんか、泉っぽいところに入ったら、リュートンが復活できるのかなと思ったんですけど、なかなか一筋縄ではいかないみたいです。これが、なんか、やたらダメージというか、あれですね。これ、しびれたらもう復活できないんじゃないかな。多分、このゲームは、これまでやったゲームの中で一番全滅回数多いですよ。ちょっともう1時間過ぎたんで、次全滅したらもう終わりにしようかな。そこにメモがある。ちょっと戻りたくはないけど、戻って。正解のルートを確認しておいた方がいいかな。多分南が正解だと思うんだよな、ここのフロアも。というか、あそこに全滅しないでたどり着けるかどうかというのが疑問だけど。あ、しまった。あ、リザードランサーっていうのは、え？そんなヒットポイント出てたっけ？またこいつか。一気に全体を、これあんま強くなかったんだよな。これちょっと使ってみるか。ダメだ、弱いな。イリュージョンアランの方が使えるじゃん。やっぱあの2回攻撃以外は、なんかおまけみたいなもんだな。え？ここは、北東の道？何？北東だと。ここ、ここに見える左側の道、あ、右側の道が北東ってわけじゃないんだよな、多分きっと。多分もっと上の方にあったの。でもなんか下の方にまだ道があるっぽいから、
多分なんか宝箱とかがあるんじゃないかなと思うけど。下行ってもいいけど。あ、こっちからじゃないといけないのか。アシュラは、素早さも速いから、いいですよね。先に、リザードランサーを抹殺しておけば、結構全滅の確率を、まあ、低下させることができるんじゃないですか。何もない。北東だから多分戻んないといけないんだよな。500以上確かにあったよね。あ、やばいな、うん、即死攻撃なのかな。中央行きでもよかった。こっちから行けるのかな。中は宝箱か。こっちかして、あのちょっと。ここがさっき来たところだから、さっきこっち行ったら、確かまた上に行く道があったんだよ。あ、さっき来た時は、ここ違うだろうと思ったけど、まさかの、ここが正解の道なのか。ここだよね、ここしかないな。
ああ、やっぱりここが正解だったね。しかし、長いね、ここは。なんか、出現する敵は変わってないけど、なんか奥に進むについて、なんかだんだん敵が強くなっていってるような気がするな。気のせいのかな。この正解ってこともあるな。あれ、ちょっと待って。マスだ、ここはすごい広そうだな。ああ、こいつもあれか。ちょっと待って。待って。敵強えな、このゲーム。じゃあ、約束通り、ここで終わりとしますか。まあ、てっきり今回で竜頭が復活できると思ったけど、まあ、そう、たやすく、ことは進みませんし。まあ、といったところで、まあ、今回はここで終了したいと思います。ここまでご視聴くださいまして、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。